私は鈴木恒夫と申します。藤沢生まれの藤沢育ちでございます。民間企業に勤務した後、昭和54年4月に藤沢市会議員に初当選、4期務めてまいりました。その後、平成7年から県議会議員として今日まで務めてまいりました。その間、一貫してみんなが安心して暮らせる藤沢、みんなが伝統や歴史を誇れる藤沢、そしてみんなで一緒にふるさとづくりを作り上げていく藤沢を目指してまいりました。しかし、昨今その良き流れが途絶え、市政の公正、効率、信頼を損ねるような事件や不祥事が多発をし、また51年ぶりに藤沢が交付団体に転落するなど、市民との信頼関係、そして藤沢人としての誇りを損なうような事態が発生し、一市民として大変な危機感を覚えたところでございます。さらに昨年の3月11日東日本大震災以降、幾度か被災地を訪れました。そしてそこで目に映るのは、この藤沢がこのような津波が来たら一体どうなってしまうんだろうか、その備えはあるんだろうか、非常に不安に感じたところでございました。生粋の藤沢っ子として皆さんと手を取り合って、美しく誇りあるこの藤沢の郷土を取り戻し、そして出馬を決意した次第でございます。私は政党の推薦支持は受けずに、みんなで作る市民の会を立ち上げ、41番猶予の市民と向かい合って市政を活性化をしていきたいと思っております。この選挙は市政の信頼感回復、藤沢再生、そして藤沢の未来像を子どもたちにどう示していけるのか、このことを問う選挙であると思っております。誠心誠意頑張っていくつもりでございます。藤沢のために努力してまいります。どうかよろしくお願いをいたしまして、ご挨拶とさせていただきます。